応えがないと騙しがいがなくってつまらん。私をあんまり信用するな。豪華な外装も尊大な態度も所詮は手段。悲しいまでに徹底して手段だ。単に意表をつけばよいというものではないし、気をてらえばよいというものではない。何回も何回も邪魔しないでって言ってるじゃない。ダメダメダメ。偽物ごときに気を取られるなんて、この世界に影響されてる証拠かも。早く私の世界に帰らなきゃ。困ってる誰かを助けるためにもどんどん磨いていくんだ。高町菜の葉、負けません。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う。夢を見ていたと。ナヒーダの誕生日は今日なのだと。夢の中で花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。迎えに来たのですよ、ニパー。遊んであげるわ。おいで、ナタ女。僕は何にも感じませんですよ。サトコは考えすぎなのです。そういう時は笑うといいのです、ニパー。失敗した、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 私は失敗した、失敗。初めてあなたに出会って、先輩が捨てたゴミを漁ったりした。おきどき。おはー。予言だよ。私は君のことを君以上に知ってる。君が本質的にどういう人間で、これからどういうことをやっていくかも。ごきげんよう、スクラップ。さようですか。私はジブリール。どうぞお見知りおきを。そしてさようならでございます。余興の類じゃ。貴様を王城に引き連れて行った方が面白いことになる。ならば今日が乗るか乗らぬか。ボンプにしては殊勝な心がけよ。ならば存分に本物の舞を焼き付けるがいい。恋のない学園生活なんて、出汁の入ってない鍋のようなもんだよ。どうしてなの？どうしてお兄ちゃんは僕より先にネムちゃんに会っちゃったの？お兄ちゃんが僕を選んでくれたら、こんなことにはならなかったのに。マスターでないのなら、命令に従う義務はないはずです。上層部から報告書の催促です。迅速かつ速やかな提出をお願いします。こんな可愛くない姿、絶対にシエルにだけは見せたくなかった。今度は私があなたを守ってみせる。いや、弁当第二弾持ってきてやったんだけどよ。さっきから続々お前の部屋に女が入っていくからよ。どうしたもんかなって。エロいパーティーでもやってんの？他の女が作ったもん食ってたら私に失礼じゃね。無理はしないで、できれば逃げて。魔物が狙っているのは私じゃない、ユイチ、あなた。血縁の力でやりたい放題、そういうのが一番ムカつくのよ。すぐに対等になれると思ってんの？ちょっとは剣の腕に自信があるようだけど。あ、お兄ちゃん、岡崎さんと二人でお話ししたいから外に出てて。突然ですが私、恋のキューピッドになろうと思いまして。ナナ、キョンシーだ。ん？あとなんだっけ。最近記憶力の鍛錬を頑張ったから、あなたを忘れる心配はない。思い出せないことがたくさんあるけど、別に悪くない。ボイストック